お疲れちゃんです。スラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、こちらの現環境型のねクエイクホグデッキを紹介していきたいなと思います。クエイクホグといえば、まあこの対空の枠がですね、まあアーチャーだったり、まあマスケット重視、まあその2択ぐらいのね、ホグ、そしてまあスペルがねクエイクと、まあ、デリバリーだったり、まあ、雪玉だったり、サンスペのね、ホグが有名なんですけど、今ね、このロケット奉仕型の2スペルのね、ホグデッキが、ちょっとね、話題になりかけてます。これからね、とか、まあ、時代が来てるんですけども、ツイッターの方で、海外のね、プレイヤーがですね、このデッキで36-0したよっていうね、グラチャで36勝無敗だよって言ってね、12勝無敗3連チャンして、そうそう、めっちゃ強いよ、このデッキは今の環境最強だよってね、ツイートして、まあ、それでね、今グラチャでもすごい使われてて、マルチの上位でも結構使われてる、ほんと今ね、もう流行りの旬なね、デッキでございます。で、結構使ったんですけど、無事な。まあ、僕自身ホグがそこまで得意ではないっていうのがあるんですけど、なかなかね、その大型守れないですね。ロケット投手が結構大型にやっぱ強いんですよ、基本的にはね。ラバだったりゴレだったり、まあこう後ろから出すっていうか、まあね、形を組んで攻めてくる相手に強いんですけど、意外となんか最近やなめのねゴレクローンとかいたりで、めちゃくちゃね大変。そう、勝てないことはないけど意外と大変。まあでも高回転好きな方は結構好きなんじゃないかなっていうね、ホグデッキですね。ちょっとね、ちょっと話題なんでね、はい、環境ちょっとめちゃくちゃ強いらしいので、ぜひ使っていただきたい。で、まあ、対空はロケ砲と、まあ、ヤリゴブリン、そしてテスラですね。本当に今テスラが強くて、まあ、ロイジャイにもテスラとか最近たまに入ったりとか、まあ、とりあえず全てがテスラなんですよ。本当に最近置いとけば基本的に何でも守れる。で、クエイクとかも避ける位置があってみたいな、すごい万能なね、まあ、カードなので、まあ、施設最強なのは今間違いないですね。そう、テスラが。まあ、なので、よいしょ。まあ、そういったところで、テスラあればね、もうラバとか、まあ、陸にも腐ることないですし、腐ることないっていうのがちょっと強いですね。よいしょ。さあ、まあ、スケアミか、ダクネか、まあ、なんかが来るんで、とりあえずっと転がしてね。気持ちいい！これ、決まるのが熱いですね。で、今回の相手は、ゴレ、ダクネ、スケアミのポイズンっていう、ちょっとまあ、レアなね、方ですね。ゴレといえばやっぱトルネザップとか、まあなんかこう、クローンとか、ライトニングとか、まあそういったのね、編成が多いんですけど、今回ゴレっぽいなんですよね。レアすぎてちょっと困るっすね。いなさすぎて、ゴレっぽいなんて。さあ、で、ここはホグでちょっと攻めて、ダメージをできるだけね、稼いでいきたいですね。よいしょ。で、さあ、ほどほどに守りながら、ロケット押しをちょっと回してね。やっぱロケ砲大事ですね。で、ヤリゴブとロケ砲がね、同じように対応されないように分けてね、出して、この真ん中あたりでウッドすれば、両タワーからね、しっかり攻撃もしてくれるので。待って、これ、やばい、カード回すのが、間に合い！あ、待って、ただのジジイだった俺が。まあ、さすがに負けはしないと思います。ロケット押しとヤリゴブリンがいっぱいいるんでね。オッケー、行く行くって、まあ、最後はね、勝ちというわけでございます。まあ、ロケ砲をね、基本的にいっぱい出すっていうのが大事ですね。ゴレとかラバーとか、まあ、出された瞬間ぐらいに、ケツからロケ砲出して、1周目のロケ砲はできるだけ延命して、そこに相手がね、まあ、ヤナメだったりスペルとかを使ってくれたら、2周目のね、ロケ投手が生きてくるよというような感じで、まあ、結構ヤリゴブリンは、端前のね、攻めでもちょっかいかけるのに使えますし、基本的にはロケ砲、マジロケ砲、ロケ砲、ロケ砲を出しまくるゲーだと思ってもらえればいいんじゃないかなと思います。最近ね、バルーンがそこまでいない。で、バルーンにはやっぱテスラが強いので、まあそういったところで、ロケ砲の弱点をテスラで補いながら、戦うね、環境ホグデッキでございます。まあ、そんなわけで、続きまして、よろしく！テスラとりあえず置いとけばなんとかになります。本当に。とりあえずマジで、初手置いてくる相手とかも、まあ、バリバリいるんでね。まあでも、初手置くぐらいなら、こう、1コス2コスでできるだけ回して、ダメージ稼いでから、暇なら置いとけばいいとか、そんな感じな気がします。ヤナメ使ったから、まあ、ロケ砲最強だよなーっていう状態ですね、これ。親衛隊。親衛隊も最近やっぱいるんですよね。親衛隊ロイフだったり、なんか、ね、強いんですよね。親衛隊がこれはまた。さあ、相手今ヤナメ使ったので、僕のこのロケット砲し無双状態入ってますね。さあ、ロケ砲と、まあ、逆サイドはヤリゴブリンで守りつつ、ん？
槍ゴブリンで守りつつ、守れてないな。ホグ飛ばしていいけど、なんかエリババ、これエリババいるやつかなっていう思う。エリババじゃない、メガナイト。だからメガナイトエリババの矢の雨ザップな気がしますね。これメガナイト、わあメガナイト使ってほしかったな。今のあのメガナイト使ってくれたら、僕、槍ゴブリンと助でメガナイトキング起動できたんですよ。そうだからメガネと欲しかったんですけど、ヤナメ5だったので、親衛隊だったからいねえか。親衛隊エリババですね、じゃあ。親衛隊エリババザッピーなので、わかんないですね。全然わかんない。ヤナメ5か。ワンチャンスケラとかもないこともなさそうだけど、さすがにないか。いや、ないや。相手のデッキちょっとわかんないですね。さあ、親衛隊、できるだけたくさんロケット星を出せば、相手はね、苦しいと思うので、で逆サイドはヤリゴブプラスのウッドとか、まあ、テスラ置いてもいいんだけど、もしかしたらバルーンがねいる可能性もあると思うんですよね僕。よいしょ。でこれロケ砲が逆からちょっかいも出してくれそうだし、これなんなら今ヤリゴブリンの前にナイト出してあげるだけでも良かったかもしれないですね。ヤリゴブ延命できて、あのナイトヤリゴブの形がね勝手にカウンターにつながるので。さあロケ砲ゲーですね。ロケ砲がバカ強い。ヤナアメがワンチャン来るな。せや、ヤナアメ来る。で、一旦こういう時に困ったらテスラ置いとくのもありです。はしまい親衛隊来る可能性があるんでね。さあ、来ない。で、ヤナアメ使ったから最強ですね。この無限ループですね。よしよしよし。で、ヤリゴブリンも結構強いんでね。ヤリゴブとユニットで普通に抑えれたりするんで。なんならヤリゴブを延命してあげる？それぐらいやりごぶってね、思ってる以上に強いです。さあ、で、守りつつ、攻めつつ、で、このやりごぶで、すべてをね、防衛していきます。いやー、またホグ？お前遊んでねえか？なんか、ザッピーの間で、そこ迷子になるかっていうようなね。オッケー。で、あとクエイクと、もうちょっと圏内ですね。さあ、クエイクで、神殿の盾を剥がせるんですよね。多分。オッケー、剥がす。で、これ延命してほしい。あ、延命。延命してあげなきゃ結構ね、怖いですが、まあ、ロケット押し無限なので、マジで。で、これちょっとテスラ置いちゃおう。テスラ置いてあげて、まあ、端前親衛隊来ても大丈夫。で、ヤナメが飛んでくるかな。で、飛んできたら、しっかりその後から出してあげて、まあ、このタイミングぐらいで適当にホグ飛ばしとかなくても、まあ、大丈夫でしょう。さあ、いいファイブですが、ファイブ打ったことによって、ホグ入って、グッドゲームと。まあ、言うね。本当にもう、ロケ砲ですね。ロケ砲がめちゃくちゃ強いのと、なんだろうな。まあ、最近だと小屋デッキとかも、そう、僕も動画でよく紹介してますけど、やっぱクエイクホグぐらいしか、まあ、クエイクが入ってるデッキはないんですよね。すごいクエイクの使用率も、まあ、そこまであるわけではなくて、まあ、小屋も強くて、まあ、ですけど、その、小屋デッキの弱点がクエイクだとします。今までの、アチャ型のね、クエイクホグとかだと、意外とね、こう、小屋小屋に勝てなかったりするんですよ。なぜなら、その小屋小屋の中にいる、まあ、ホバリング砲だったり、マザーネクロだったり、その辺にね、勝てないっていうのがあるんですよ。相手なんか大砲初手そこに大砲置くことある。すごいミスっすよね。いや、ラッキーパンチがバカ入ってる。さあ、マザーネクとかホバが止まんなくて、普通にね、小屋デッキに負けるっていうのが、最近のクエイコグとかだったんですけど、まあ、絶対勝てないこともないんですけどね。全然。まあ、なんならクイックのホーグの方が相性はいいと思うんですけど、言うて小屋にもね、勝ち筋があるって感じだったんですが、今回ロケ砲型だったので、まあ、間の小屋系もですし、なんか全部回収できちゃうんですよね。このロケ砲。そして陸受けが多いので、エリババに強い。ヤリゴブリンとスケですね。よいしょ。で、ロケ砲もいてって。で、ナイトもいてってなんで。高回転で陸大量に回るんで、まあ、単純にエリババみたいにもなってるっていうね。さあ、で、ここはちょっとスケとか低コストで回して、テスラを準備したかったんですけど、テスラがなくても守れそうだな。よいしょ。ウッドで完封。でかいですね。まあ、そこまで守る必要もないとは思うんですけど、まあ、こうなった以上、相手の、ね、初手。でも、あそこの位置、ここに出たんですからね。ここに。あ、絶対ホグですね。ホグと間違えて、大砲置いて、もう初手からグッドゲーム状態になっちゃうっていうね。高回転対決だと、このダメージね、ひっくり返すの、めちゃくちゃきついっすもんね。そう、序盤にね、
こんだけ削っちゃうと。さあ、でぶっちゃけテスラあれば守れるので、よいしょ、テスラ置いてあげて、逆サイドのねロケット氏も頑張ってくれるねっていう。さあ、ウッドでスケで守っていく。でこのロケット氏の前とかにホグ出してあげて、まあ大砲来たらクエイク、あ、なんだろ、もう削りでね打っちゃいます。でテスラはもう高め置いとけば相手のファイブを避けれますけど、おい、さ、逆サイドに来る。これはしっかりテスラで、いや、テスラ強えな、マジで強えの最近。ほい、さあ、ウッドクエイク圏内でございます。で僕もあれ圏内じゃねえ、全然違った、ホグすごい得意なわけじゃないんですよ。だからなんか上手い人はそのタイミングで攻めちゃうのみたいな攻めとかをするんですけど、僕は結構堅実にね、守るタイミングではしっかり守って、まあ、攻める、カウンターで基本的には攻めるみたいなね、まあ、感じのホグではあるものの、結構やっぱ勝てるので、それだけね、環境に強いのかなというのもありますね。まあ、もちろんこれ、お、ディモスだ。ちょっと高回転慣れてない人には大変かもしれないんですけど、この人メガナイトウォールブレイカー世界で一番上手い人ですね。僕の大好きなプレイヤー。メガナイトマスケ有能コウモリタルザップウォールブレイカー、マジでこの人世界で一番上手いです。さあ、ディマス、あー、マジやっちゃう、マジやっちゃう。いや、打っとったら痛えな、あれクエイク打ったとしばけるんですけど、クエイクがね、クエイクじゃない、打っとかね。さあ、ボンバーエリジャイか、なんか最近エリジャイボンバーがいるんですよね。うん、痛すぎ、いやでも外れてるのでいけですね。まあトルネ使ったから。さあ、でこれ逆サイに置いていいですね。いやマジエレジェイって結構歩くんすよね、こいつ。思った以上に歩いてくれるんで、テスラ逆サイの位置に置いてもいいんですね。さあさあさあ、エレジェイの、マジアチャボンバーか。まあ、マジアチャなのはいいのか悪いのかどうなんだろうな。これ多分ゴボリがあるから。さあ、オリメガゴで、オリメガゴでって感じですね。で、ロケホーン、これライトニング打ってくるかな、どうだろう。打ってくる可能性はすぐある。打ってこないか。打ってくる。さあ、で、これはちょっとカウンターなので、ちょっと行ってもいい気がするな。ホグで防衛したい。ホグじゃ、あ、バルキリーなんだ。バルキリーで取るねか。あー、そうですね。まあ、痛えな。ちょっと痛いですね。まあ、痛いけど勝てないことはないな。どうさえいいのかぐらいですね。一つ怖いのは。まあまあ、バルキリーメガゴですね。なんか硬いですね。基本はダクプリですね。ダクプリの枠がバルキリーで、ベビドラの枠がメガゴ。で、アイスイスの枠が、誰だっけあいつ。忘れた。マジやっちゃうか。すげえ変わってますね。なので。全然違う方だ。うん。さあ、で、テスラはこの逆サイの位置置いちゃいます。あー、で相手はもうこのこれちょっと嫌っすね。今のライトニング削り、もうこのタイミングから削りに来てるのが嫌らしい。で僕はダメージちょっと追いつくためにね、しっかり攻めてあげて、さあ2周目のこのロケ砲は強いからの、さあ端前ナイトで OKOK、 防衛がやっぱ硬いですね。これはテスラとロケ砲あれば、うん、でトルネかな。うん、ロケもナイス。さあさあ、いやーリズムはいいですね。でここライトか。あー、で相手はもう結構ライトニングで削ってきますね、積極的に。さあマジアチャを飛ばしたい。でこれゴボリのターンですね。さあ折りからの、いやこれホグ一発入るぞ、やりゴブも、いやートルネが間に合う。さあ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 、でロケを出すとちょっとさっきからライトニング打たれてるんで、ちょっと出さないプランでいきたいなって思いがあります。うん、とか言ってとか言ってふん、怖すぎ、やべ、タイブレイク、スペル削り対決だこれも。さあクエイクで壊して、これトルネ相手打たないと一発入るんじゃない。うわ、入らねえのか、入れてほしかったね今の。うわ、それはうまい。いや、さすがにそれはうますぎん。
逆サイドの位置のライト。いや、いい。さすがに、俺もいい。で、クエイク。いや、オッケー、一発。うわ、待って待って、一発欲しい。一発殴れよ。バカバカバカ。うん。で、まあ、マジックアーチャーで射抜かれないのが大事っすよね。なので、テスラで。よしよし。これで、トルネできないでしょ。で、なんならこれ、トルネ来てもいいように、ホグ出して。いやー、タイブレイクで勝てそう。一発一発殴れ。一発マジ殴れ。オッケーオッケー。お、相手相手やったやったやった。オッケー、ロギョーが。さあ、これ相手のマジアチだけ、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 マジアチだけ。おぶね。さあ、グッドゲームでございます。まあ、マジアチャー、厄介ですけど、まあ、クイクッドで処理できるのと、まあ、端前ね、警戒さえしとけば、逆に相手のマジアチャーがね、4コス餌になったり、まあ、トルネね、縛ってくれたりするので、まあ、どれだけ警戒できるかですね。巻き込まれたら、もう負けですね。はい、うまいトルネされてしまったらと。まあ、いうわけで、このクエイコグは現環境めちゃくちゃ強いのでおすすめです。ぜひ皆さんも使ってみてくださいと。いうわけで、ディマスですね。そう、メガナイトオールブレイカー。世界で一番上手い人です。皆さんぜひ覚えておいてください。だけで、おります。それからチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。